はい、皆さんこんにちは、ナクラウ TV のオフェンです。今日はプサンに来ているんですが、何やらプサンで約1000円でフグが食べれるという噂を聞きつけたのでやってきました。やってきたのはプサンのヘウンデという町です。さあ、果たして本当に1000円でフグが食べれるのか、噂を検証しに行きたいと思います。はい、ということでやってきたのはクロスクポーポーというお店です。1万1000ウォンという白サバフグがあるので、それにしようかな。で、まあ、1000ウォンなのでだいたい1100円ですね。では行ってみます。はい、ということでフグがやってきました。こんな感じで、おかずがこんだけついてます。で、この中はご飯です。ではいただきましょう。いただきます。お、すごい、おすごい、めっちゃでっかい。美味しそうで、美味しそう。クリ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 、思った。いただきます。最後の1個のフグです。めっちゃ美味しいです。まあ、日本人的にはなんとなくポン酢が欲しくなる味かなと思います。美味しくいただきました。美味しかった。お腹いっぱいです。はい、ということで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。で、こんだけ食べて1万1000ウォン、大体1100円ですね。安い。お腹いっぱい食べれてこんな値段する。うん、そうやな、確かな。감사합니다맛있어요감사합니다はい、ということでクムスクポッポに行ってきました。美味しくフグを食べられました。大満足です。約1000円でフグ鍋とご飯とおかずがあんなにたくさんついてます。本当に美味しかったし、お腹いっぱいになったし、おすすめなので、ぜひ皆さんもプサンへお越しの際は行ってみてはいかがでしょうか。ということで、プサンでは1000円でフグは食べれるのかという噂を検証しましたが、本当に1000円で食べられました。現場からは以上です。
さまよって一人ご飯できるとこ探して、ここが入りやすそうだと一人やけどいいかって聞いたら OK で、だから一人用のメニューをくれました。どうしようかな、プルコギにしようかな、美味しそうやな。 This one please。Do you like to like so spicy flavor? Not too much spicy. はい、来ました。土鍋プルコギすごい、めっちゃね、さっきまでグツグツしてて、すごいいいご飯と、でナムルとかいろいろおかずがついてます。美味しそう、いただきましょう。いいご飯になった、やった、よかった。いただきます。ここのキムチがね、美味しい、めっちゃ好みだ、美味しいです、このキムチ。美味しくいただきました、美味しかった、ごちそうさま。はい、ということで夜は美味しくプルコギを食べてきました。土鍋プルコギめっちゃくちゃ美味しかったです。あと個人的にここのキムチがすごく好み、本当美味しかったです。お店の名前がちょっとわからないんですけど、まあ釜山にお越しの際はここもめっちゃおすすめできるお店です。ちなみに、お店の名前はこちらです。誰か読める人翻訳してください。じゃあねー。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、また見てね。